いや、しかしマジあれだな。肉が余ってるのはいいぞ、餌箱の中に。餌箱の中に肉とかが余ってるのはマジでいい。飯にも困んねえし、テイムの食品あるぞ。よかった。プテラノドンが早めにテイムできるのは嬉しい。とりあえずあれだな、木は全部この中にぶち込んどこ。よかった、近くにカストロイデスが、なんか、一軒家気づいて、王国じゃなくて村気づいててくれてよかった。この村滅亡させたろ。この村を滅亡させれば、俺の食いぶちが増える。略奪略奪。近隣の村から略奪しようぜ。お、ちょうどいい。なんか一匹降りてきてる。ちょうどいいぞ。一匹降りてきてる。いや、しかし、飯に困らないのはいいな。飯に困らないっていうのは。かなりスタートダッシュが切れる。さて、プテラノドンちゃん、お前レベルなんだ ?110 レベル110レベ？ちなみに110レベだとどんなもんで一発でいけない？いけないか？もがもがしてるうちに飛んでちゃったよ。110レベかー、いやそうだね、プテラノドンをテイムしてクレートアサリをすればあっという間に弾薬なんかたまるから、あっという間にポリマーとか金属とかも希少資源なんかいっぱいたまるから、このモッドだったらどうしようかなー。110レベかー、プテラノドン。ちなみにさ、100レベだと一発でテイムできたりしない？できないか、さすがに。おい、100レベです、な、100レベですら 20% しか増えねえとか。暴利かよ。暴利かよ。とはいつもなんか俺テイムし、俺テイムしちゃう。あ、ダメだ。あ、ダメだ。手が止まんない。あ、手が勝手に動いちゃう。あ、ダメだ、これ。あ、ダメだ。指が勝手に Y ボタンを押してしまう。あー、指が勝手に Y ボタンを押した。あー、だ、あたたたたたた、よっこいしょ。よろしく。よろしく。お前があれだ、俺の生活を支える第一歩だ、お前。待った。もうすでにファイヤーな予感がするんだけど、あそこ。あ、なんかいるぞ、ファイヤーが。すでにファイヤーがいるぞ。なんだ、何が燃えてんだ、あれ。あ、テラーバードだ、あれ。テラーバードだ。残念ながら、ね、100レベルだからあっという間に殺されたわ。残念、せっかくのファイヤーだったのに。ちなみにだけど、こいつなんか持ってるよ。何も持ってねえよ。この辺湧いてくれなくもなさそうなんだけどな。あ、湧いてんじゃん、やっぱり。あ、590レベルじゃん。あ、いいね、590レベルのカストロイデスだ。よかった、良さげなやつがいたわ。あ、待った、これ。そうだ、俺、せっかくさ、野菜あるやん。俺、ベリーあんじゃんと思ったけど、俺、野菜あるやん。野菜で行こうぜ、野菜で。え？なんだと！まさかの、なんだと！オッケーオッケー、あと1個。オッケー！おー、ゴールデンドードーさん。ゴールデンドードーさん、なんて久しぶり。あ、ラプトル。あ、青年期の4、青年期だこいつ。あ、ほんとはちっちゃいわ。待って、この子ってなんかテイムいけたりしないかな。ちょっとこういう子が手に入ったら。ふざけんなよてめえ、この野郎。一等目泥棒だらけ。やばい、ヌスッとだらけだ、ここ。やばい、泥棒だらけの水泳大会始まった。やばい、めっちゃ泥棒泳いできてんじゃん。てか、ユータラプトルめっちゃ臆病なんだけど。あー、もうスタミナねえよ。止まってくれ。痛えよ。お主、食べたりせんかね。さすがにダメか。エリートディロフォサウルスだ。535レベ。おお。てか、エリートディロフォサウルスが2体湧いてんの。あー、やべ、命の盗っときた。やべ。ちょっとこっちが危なくなってきたな。レベルも高いやついないし、ちょっと向こう側行くか、やっぱり。スタミナねえな、ほんと。あ、いたわ、530レベ。ただ、大丈夫か、これ。周りになんかいっぱいいるから、まあなんとか大丈夫と信じてちょっとテイムするか、こいつ。やっぱり強いのはドラゴンですか。いや、ドラゴンよりも多分ね、ワーデンとかの方が強いと思う。ドラゴンよりもワーデンの方が強いと思う、多分。
普通に多分ね、あの俺の感俺の多分計算なんだけど、要はドラゴンとかアルファギガノトをテイムして、なんだろう、あれ、あのワーデンとかに挑むっていうのが多分この世界のあのなんか断りだと思うんだよ。だからアルファ種をテイムして、で、あ、赤、くっそ、逃げるぞ、くっそ、やっぱ来やがったか。あ、やべ、あ、違う、あ、やべ、ごめんなさい、人違いでした。オッケー、よく耐えた。やっぱダメだったか、畜生。あ、80レベルか、くっそ。ちょっと良さげなのにな、炎のサソリキング。あ、やばい、あかん、ちょっと家の周りが大変なことに、いかん、家の前が大変なことになった。まあいいか、とりあえずこの380レベルをキープしておくか、とりあえずこの380レベルキープしておくか。100何レベルよりはマシだろう。どこ行くんだよお前、どこに行こうというのかね。センターがちょっとね、あ、殺されたわさっきの炎のやつ殺されたわ。おい、どこ行くんだよお前。いやー、マジか、くっそ、マジか。まあ降りてくるだろう。なんかアルゲンがすごいいるな。あ、向こうに415レベがいる。アルゲンがいるが、まあまあいけるか。いや、誰だよ。あー、ちょっと降りてきそうもねえな。一回ありゃ、あっちの440レベ行こう。あ、こっち側はわりかしあれだな、あの草食恐竜の住処だな。まああのアルゲンがちょっと危険なぐらいで。ちょっとアルゲンタビスとお友達なんだけど、あの、いや、ちょっと待って、あの415レベル、あのアルゲンタビスとお友達なんだけど、くっそ、585レベルかい、しかもあいつちょっと欲しいわ。あ、さっきの380レベル降りてきた。こいつよくも無事だよお前。いや、おかげでさっきの、うおっとお前、あっぶね。いやマジかよ。いやー、なんかうまくいかんな、ほんと。あー、しまった、下から雲が落ちてきてる。洞窟から雲が落ちてきた。あー、ちくしょうも、いかん、家に帰ってきても誰もいないぞ、このアルゲンに太刀打ちできる子が。あ、ドエリクルスいる。いかん、このアルゲンに太刀打ちできる子が誰もいない。レベルは245か、くっそ、240レベルか、お前は。あかんぞ、畜生。これ振り切れるかな。てか、なんか足遅いんだよな、すごく。あ？うわ！待って、プライムアルファだ。あんま意味ないと思うけど、とりあえずあれだな。あんま意味ないけど、とりあえず霜降り肉でも、もう取っておくか。まだ追ってきてた、嘘だ。まだ追ってきてた。ちょっとダメだね。あれ、家の近くにプライムアルファとか湧き出してきてる。なんでこうあれだよ、お前。みんないなくなった時 になって、こうやってみんないっぱい出てくんだよ。さっきの380レベル、これか？あ、違う、これ、あ、待った。霜降り肉でなんとかならんすか。ちょっと霜降り肉で少しなんとかならんすか、これ。さっきのティラノから剥ぎ取ったやつでなんとかならんすか、これ。
だいぶ稼げたけど、だいぶ稼げたけど全然足りない。あとは生肉か。畜生、これうまくいって、頼む頼む、これうまくいって。邪魔が増えてきてるから、マジで このチャンスじゃないと、ここの近辺ではちょっとテーマが難しくなると。頼む頼む頼む、 ここはうまくいってくれ、ほんと。まあな、もう近く、上からクボとかも降ってきてるからな、多分上でだいぶ湧いたんだな、洞窟からにじみ出てきてるはず。ムカデとかが降ってこられるとやだな。え、待って待って、マジで待って、マジで待って、マジで待ってくれって、頼むぜ、ほんと。いやー、ちょっとマジかよ。食い逃げ野郎多いな、今日。あー、オッケー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 、祈りが通じた。やばい。あ、でも、あれか、トリケラが頑張ってる。おい、バカやろ、バカやめろ、お前。こいつ、人を滑落させようと。オッケー、よっしゃ。手間取らせやがって。ちくしょう、見事にあれだな、食い逃げされたな、さっきの395レベルのやつ。しかし、まあ、これでなんとか。しかし、まあ、これでとりあえず、まあ、なんとかなる個体は手に入ったんじゃなかろうかというところ。あ、すげえ久しぶりに見た。炎のプテラノドンだ。すっげえ久しぶりに見た。全然見当たんなかったのに、なんか、まあ、なんか、ちょっと、もうダメそうだけど。すっげえ久しぶりに見たぞ。前のシリーズでも全然いなかったのに、こいつ。ワーデンだ。パーディション。森のワーデンだ。毛深祭なのか、こいつ。森のワーデンだ。そう、さっき言ったワーデンってこいつよ、こいつ。ワーデン軍団の一角が出てきた。え、待って待って待って、危ねえ危ねえ、ティラノサウルスが喧嘩売るかもしれん。下がろう下がろう下がろう。あ、大丈夫。あ、よかった。ワーデン範囲攻撃だからさ、下手に近づいたりすると周りにいるやつら全滅するから、あれ、あんま近寄んない方がいいわ。あー、570のバス、あ、バッタさ、くそー、いいな。570の炎のアンキロサウルスだ、畜生。ちょっと近寄ってみます。うわー、あ、いいなー、ここ。うわー、畜生、レベル的には申し分ない属性持ちが大勢嫌がるぞ、ここ。さっきのティラノ、あ、ティラノあそこにいるか、畜生。毛深祭と同じだったら襲っては来ないはず。ほら、見てこれ、でか、でか、このでかさよ、ほら。このでかさよ。大変でしょ、これ。てか、あれか、あれ、色、カラーリングは、こいつはあれだね。ポイズン系統だね、ポイズン系統。ポイズンバッタスと同じような系統の色してるわ。いやー、まあ今はもう何にも手が出せん。おっと、なんかアロサ、待って待って、アロサウルスでバーベキューしてるやつがいる。誰だ？やべ、アロサウルスでバーベキューしてるやつがいるぞ。ちょっと俺も混ぜて。あ、バッタサンキロサウルスがいるんだ、そこに。あ、いるいるいる、85レベル。あ、おお、545レベルのアンキロサウルスいるじゃん。おっしゃ、ちょっとバーベキューやって、バーベキュー。おっしゃ、よし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 。よし、頼むぜ、頼むぜ。頼むぜ、みんな。そのまま、焼肉になっちまってくれ。アンキロいたわ、やったわ。500レベルのアンキロいたぞ。あー、あかん。あかん、生肉が増えた。いや、でも、あいつ死ぬだろ、もう。いや、死なない？85レベルのアンキロさ、バッタ3キロじゃな、ちょっとあれだよな、火力足りねえよな、やっぱ。火力足りないよな、あ、バッタ3キロじゃ。火力足りないよな、それ不安よな。葵さん、動きます。あ、そういえばあれだね、引火しないのね、そういえば。そういえば引火しないね。
200出せる。プテラノドンなのについまむだけで200火力出せる。この野郎が、この野郎が生きたな、生きた生焼肉が、あっぶね、あっちちちち。てかこれ渡したらさ、敵対するとかあったっけ。ちょっと一発いってみますか。ああ、大丈夫だね。あと一髪。オッケー、よっしゃ、アンキロサウルスも確保成功。あ、どうやってこんなとこに。110レベルかよ、さすがにちょっとな。いた、270レベルいたわ。この子でいい、この子でいい、もうこの子で、あの、もうつなぎを作ってしまいましょう。オッケー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 。さっと終わったね、やっぱり270レベルじゃ。あ、よかった、400レベル超えたわ。いやー、プライムアルファドードマジあれなんだよな、ちょっと不遇なんだよね。こうラプトルとかね、ディロボサウルスには勝てないっていう、このね、不遇さね、体格差のせいで。こう潜り込まれちゃってもうおしまいだわ。ほら、もうエリートドードも慌てちゃってるよ、ほら。あ、ボスが死んじゃう、ボスが死んじゃうっつって、エリートドード慌ててきてる。はわら、死んじゃった。ね、これで終わりっていう。あ、たす、あ、エリートドード助けに来たのに。大変な、かわいそう。ただ、あれなんだよね。運よくさ、倒されるところのさ、に出くわしたりすると、黒真珠とかもらえたりするからさ、ちょっと得。うわあ、めくる、久しぶりだな、お前。いって、え、いって、なになになに、え、バカ野郎。俺、バカ野郎、お前、俺とお前の仲だったじゃねえかよ、お前。結構気に入ってたんだぞ、お前のこと。結構気に入ってたんだぞ、お前のこと。まあ、あいつがいる限り無理だけどな。あいつがいる限りテイムするのは無理だけど。なんでこんなとこに湧いたんだよ、プライムアルファ。あ、待った、あれだ、あいつだ、あいつだ、あいつだ、500、あ、いたいたいた、585レベル、こいつだ。いた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 。オッケー。この罠生きててよかった、まだ。よいしょ。いや、てかさ、あれだな、俺、この生放送始める前にさ、エクスティンクションからさ、攻撃力200超えのクロスボウを持ってくればよかった。余ってるんだよ、クロスボウの200超えのやつが。それを持ってくればよかったな。転送もガンガンやっていくっていうのはもう言った通りだけど、まあ、それをやっていくからさ、持ってくればよかったな。オッケー、出たわ、よっしゃ !100 発どころの話じゃねえわ。20発ぐらいで足りたわ。なんだ、そんなもんか。あ、そうだ、あのさ、この機械にさ、キブルシステムがちゃんと効くかどうか確かめてみます。これアルゲンタビス、あれキブルが果たして効くのかどうかをちょっと確かめてみる。あ、使った分のあれ、いや、帰ってきたわ。アルゲンタビスの好物のキブル作る材料は揃ってんだよな、ぶっちゃけた話。てかここにあれだからね、この ティラノサウルスの卵がいっぱいあるから作れるんだけどさ、どうしよう。これやってみるか一回、これがちゃんと効くかどうかを。これ無駄に食わせる可能性もあるわけだもんな。ちょっとこれ半分にしとくか。スタック半分にしといて、みみっちいけど、これ失敗したらだいぶテイム値下がるけど、いや、いけ、迷い悩むように飛べ。あ、いや、待った、いけるぞ。待った、いける、食ってくれた。多分これは大丈夫。ちゃんとキブルシステム適用されてるかもしれん。いったぞ、これもしかしたら。別のワーデンだ。カルキノス？カルキノスワーデンオブザリーバー、川のワーデンだ。あれ、川のワーデン出てきやがった。あれはダメだな、近寄っちゃベースがサルコスクスだ。これは襲ってくるワーデンだぞ多分。ちょっと上空から見たいな、ちょっと怖いけど。
初日で、あれだな、復帰初日で見たことがないワーデン2種類見つけられたぞ。今んとここれであれか、グナソール、スモウ、あとさっきのなんかサイ忘れた、名前忘れた。でこのカルキノスか、このカルキノス含めて4種類今んとこ確認してる。あと何種類いるんだワーデン。いやでもなんか周りのさ、あれプテラノドンとかに襲いかかってないところを見ると、実はあれか、ワーデンは敵対しないようになってんのかな。いや待って、待った、危ない危ない危ない、待って、噛みつこうとしてない、大丈夫。ワーデンは範囲攻撃だから、なんかガスンって攻撃が当たるとこっちにまで飛び火してくる可能性あるからな。まあ大丈夫か、まあ、触れる神に叩きなしだな、やめとこ。やっぱりカルキノスって名前なのすっげえ違和感だな。しかしね、まああれ、まあ、カルキノスって本当に読むのかどうか分かんないけどね、カーキノスって書いてあったから、でもカルキノスだよな、あれカルキノスだよな、綴り後でちょっと調べるかもしんないけど、カルキノスだよな、あれは。マジか。嘘だろお前。おいマジかよ、こっち向けて、こっちお前、マジかお前、うわマジか、マジか。いやこれはダメだな、テイムできないな、これはやめておこう、これは目を覚まさせるしかないわ、まあ、目を覚ますまで生きてるかどうか知らんけど。アルゲンタビスな、くっそー、いけたと思ったのにな、まさか抜けるとは。あそこ抜けなかったやん、前やった時は抜けなかったぞ俺、なんで今になって抜けたん。前は抜けなかったやんけ、あそこだから俺はお前を信用したのに、橋な、橋お前、俺はお前を信用してたんだぞ、お前だったらアルゲンタビスを守ってくれるって、裏切りやがったなこいつ。いやーもうダメだな、さすがに。ちょっともう時間がかかりすぎるわ。いいや、とりあえず今日はここまでにしよう。またやるわ。またやりましょう。うん。